今日はチャートの見方、推し銘買いが一番熱い。パカラッパカラ、皆さんこんにちは。うまちゃんこと経済アナリストの野口真理子です。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えしていきます。今日はチャートの見方、推し銘買いが一番熱い。この内容について見ていきたいと思います。ここまでいろいろ YouTube で情報配信してきて振り返ってみますと、意外とチャートのテクニカルの解説ってほとんどしてなかったんだなと思いまして、そのあたりね、 YouTube のチームと打ち合わせをしている中で、あれ意外とチャートの読み方、テクニカルの読み方の解説があまりなかったなというところで、今回は本当に初歩の初歩ですね、チャートの見方として推し銘買いというふうな手法があるので、それをご紹介したいと思います。でまず大前提ですね、私こちら書きました書籍の中でもご紹介しているんですけれども、株価の動きというものはですね、3つのパターンしかありません。上昇トレンドなのか、下降トレンド、あるいは横ばいっていうふうに3つのトレンドがあるんですよね。これをちゃんと把握することが大事になってきます。こちら図でご紹介いたしましょう。上昇トレンドとはこちらですね、株価が上向き方向にトレンドが出ている状態のことですね。このように線を引くと上昇トレンドのラインが引けるような株価になっています。一方で下降トレンドというものはですね、株価が下の方にトレンドが出ています。一方この株価横ばいですね、横ばいとは株価が上にも下にも行かない状態が続くことですね。ボックスのようですので、ボックスレンジというふうにも言われています。ただこの横ばいの状況というものが永遠に続くわけではありません。いずれですね、上の方向あるいは下の方向にトレンドが出ますので、そこに売買タイミングがあるということなんですね。さあ今日ご紹介したものはですね、このボックスレンジから株価が上に離れて、その一発目にカクッと落ちるタイミングがあるんです。ここを押し目買いのタイミングとして狙いましょうという手法なんですね。でこれの見方としては、こちらの図にありますように、株価がずっと横ばいですね、ボックスレンジの幅の中でこう推移していたんですけれども、ある一定のこの期間を過ぎればですね、上に放たれるタイミングがあるんです。もちろん下の場合もあるんですけれども、このようにボックスレンジから上に放たれていくタイミングを揉み合いからの上離れと言います。ではここから上昇トレンドにこう入っていくわけなんですけれども、株価というものはですね、一直線でどん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 上がるということはないんですよね。上がっては下がって、上がっては下がっての繰り返しが必ず起きますので、この上に放たれたタイミング、次のタイミングで必ず一旦調整のような値動きを見せるんですよね。ここの押したタイミングを狙いましょうというものが非常によく用いられる手法です。ですので、どうしてこの押し目買いというものが初心者の方から中上級者の方までもう幅広くこう愛されている手法かと言いますと、上離れた瞬間についていくということももちろんできればいいんですけれども、なかなかそれって気づくことができないんですよね。あ、離れたなって気づいて、すごく株価が伸びているタイミングについていくこともありなんですけれども、ちょっと怖いなとか高いなっていう風な心理になりますよね。ここで一旦株価というものは下の方で買ってる方が利益確定とかが起きて下がるタイミングがあるんですよね。ここで比較的ちょっと安いところで買えれば株価というものは安心なので、この株価が急騰して上がっているここで買うんじゃなくて、ちょっと待って、例えば移動平均線といわれる線があるんですけれども、そのラインぐらいまで押すタイミング1回目を見計らって買いに行きましょうという手法なんですね。これ2回目3回目あるんですけれども、やはり1回目の方が確率が高いので、1回目の押しを逃さずに入りましょうということなんです。ただなかなか言うは易しなんですけれども、私自身もこの押し目買い何度もチャレンジしたことがありますけれども、1回目に入れるようになるにはちょっと時間がかかりました。持ち合いから離れて株価が急騰してるわけじゃないですか。そこから一旦調整して下落してくるので、あれ
もう一回株価下落するのかなとかいうふうに不安な心理になることも当然あるんですよね。そこで、ああ、ここ移動平均線まで落ちたから買おうって思えるようになるまでちょっと練習というか回数が必要でしたけれども、慣れれば大丈夫ですので、ぜひこういう手法を取り入れてみてください。やはりこの持ち合いから離れて株価が上昇して下がっているところを買いに行くわけですので、やはりこう心理的には非常に勇気がいるものなんですね。ただこの手法はいろいろこう考え尽くされた手法であって、ずっと持ち合い、下の方で株価が安いところで持ち合っていたものが立ち上がったということは、ここから大きなトレンドが発生する可能性が高いっていう風な考え方なんですよね。なので見極めるポイントは、持ち合いの期間がちゃんと事前にある、そして株価が比較的低いところでこの持ち合いが行われている、で煮詰まり感が出てきてチャートが立ち上がっている、このあたりを確認してみてください。そうではない形でですね、この押し目買いだというふうに勘違いして入ってしまうと、それは単なる下落の中で買っていて、どん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 押し目買いではなくて株価が下落していくっていうふうなこともあるんですよね。大前提として持ち合いが前提にあって、株価が比較的低いところにそれがある、そこから株価が立ち上がってる、ここをぜひ確認してください。そう、初心者の方、そして中上級者の方に愛される手法なんですけれども、こういった前提を間違えて入ってしまうと損失を膨らませてしまう可能性がありますので、ぜひこのあたり重要ポイントになってきます。で、買い入れのポイントなんですけれども、個別銘柄の分析でそこまで難しいチャート分析というかテクニカルの分析ってあんまり必要ないと私は考えているんですよね。で、日経平均とかドルとか為替とか、ああいったものはですね、非常に参入している人が多いマーケットですね。ああいったところではテクニカルというものは非常に必要になってくるんですけれども、個別銘柄1銘柄に対してそんなにね、難しいテクニカル分析っていうのは必要ないと思っています。で、強いて言うならば、この押し目買いの時に移動平均線ぐらいまで落ちているかどうか確認しましょうというぐらいのテクニカルになります。そして分かりやすいこう図がありましたので、大和証券さんの図をちょっとこちらでご紹介したいと思います。こんな風にですね、株価が押し目をつけてまた上がってまた押し目をつけるみたいな、こんな上がって下がってをこう繰り返すんですけれども、まあ、一番いいのはこの線を引いている押し目のこのタイミングのところで買えるのが一番いいんですよね。ただそれで買えなかったとしても、じゃあ直近のこの上値抵抗線ですね、直近の高値から点々点々点々と引っ張ってあったところを上抜けてくれば、またそこは買いポイント2つ目になるので、こんな風に買えるタイミングっていうのは1ポイント目2ポイント目っていう風にあるんですよね。なので押したそのタイミングを買いに行くのもありですし、直近の高値を超えてきたタイミングに買いに行くっていうのもありです。こんな風にですね、テクニカルを用いれば比較的根拠を持って入ることができますよね。そしてここからはちょっと事例を用いてご紹介したいと思います。以前こちらのチャンネルの中でもご紹介しましたホットリンクさんのこのチャートになります。単純にこちらはテクニカルだけに言及した内容にしたいと思います。で、こちらご覧いただければわかりますけれども、8月末からですね、横横ボックスの期間がありますよね。で、ここから陽線がピコッと立っていますよね。これ持ち合いから離れた可能性があります。で、次の日ですね、また下落しているんですよね。これまさにご説明してきたような持ち合いから離れ、そして押し目のような形になっていますよね。で、実際に移動平均線この5日、緑色の線のところまで一旦株価が下落して、そして次の日にですね、上昇しているわけです。再度陽線が立っていますよね。で、テクニカルだけの言及に留めたいんですけれども、こんな風にですね、持ち合いから陽線がパッと立ち、そして次の日は押し目のような動きをして、そしてまた上がっていく、こんな風なテクニカル、これまさに本当にリアルのチャートになりますので、非常に参考になるかなと思います。で、こちらはですね、いろんな企業にも当てはめることができますので、ぜひこんな風に持ち合いが出てトレンドが変わりつつあるような銘柄を見つけた時に、押し目のタイミングを見計らって入っていく、そこが一番いい買いポイントになってくることが多いですよね。あくまでこちらは今回は事例にとどめておりますので、他の銘柄でこういったパターンをですね、探してみて自分なりに考えてみてください。
回は初心者の方から中上級者の方まで全員が愛しているチャートの見方、推し目買いについて解説していきました。具体事例もご紹介しましたし、これが他の銘柄にも適用できますので、ぜひご参考にしていただければなと思います。投資の判断はあくまでも自己責任でよろしくお願いいたします。それではここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。前回の動画でチャンネル登録していただきました皆様ありがとうございます。今回の動画で少しでもいいなと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録と通知ボタン、いいねボタンもどうぞよろしくお願いいたします。引き続き応援よろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。で、原文はですね、ちょっとうるさいから来てくる。原文はですね、兵を消すの極みは無形に至る。